2014年、広島南道路は、広島県の秋郡海田町日の出町から、初海日市市時午前に至る、総延長 23.3km の道路。路線のほとんどは、広島湾沿いを走る湾岸道路である、地域高規格道路、東広島初海地道路の一部である。現在、海田町日の出町から、広島市西区商工センター間での区間が事業化され、 2014年3月23日までに自動車専用道路のうち秋群坂町の海田大橋出入り口から広島市南区の二歩ジャンクションまでは海田大橋として二歩ジャンクションから同市西区の観論出入口までが広島高速3号線として観論出入口から同区の商工センター出入口までが広島市の整備する無料区間として一部区間の街路が 国道2号などとして、それぞれ開通している。大田川放水路の観音地区側にはかつて、広島西飛行場が存在していたため、橋梁方式で工事を進めた場合、滑走路の短縮によって飛行場の機能が低下することから、飛行場の機能維持を求めて、トンネル方式を主張する広島市と公費面から、橋梁方式を主張する広島県との間で対立があったが、 2004年5月31日に開催された藤田雄山知事と秋葉忠敏広島市長のトップ会談によって協力方式での建設に合意した。複数の事業主体が分担して整備、維持管理を行っている自動車専用道路部街路部起点が赤い田大橋。左上に広島南道路が伸びる。大高若流部に形成された三角州の 海岸寄りを通ることから複数の橋梁が建設されている。ありがとうございます。